い、どうも皆さんこんにちは。ということで、ね、今日はこんなテンションじゃないもんね。今いつもテンション低くて急にびっくりさせてごめんね。頑張ってるね、ごめん、はい、頑張ってるね。頑張ってると思われちゃうんだ。これあのかっこいいジャケット着てるじゃんゴンって思った方いると思うんですが、フェンネルの FNNL というねアパレルブランドの服の撮影ですね、今日は。今からで、さらに言うと、まあ、今日僕の誕生日、ありがとうございます。イエイ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 ということで、こうやって焼肉でもおごってもらおうかなと。そわそわしてる。これフェンネル、そう、VLG、はい、これはもう僕でも普段着できる感じ。めっちゃかっこいい、あのかっこいいっていうか、なんかポップな感じ、うん、割と俺は普段自分が着るような服に近い、俺のセンスには結構ビビッとしてる。ロゴが車みたい。お前は、はい失礼、はい失礼。エンブレム見ててかっこいいやん。あ、いいね。車みたいは言い過ぎだな。はい、どうもこんにちは。穴の開いてるねズボンですね。これはなんかファンがマッキーで埋めてほしい。うん、これ配信して書いてください。それは味噌がこのアウターのなんかジャケットですね。ガチのやつなんで、なんと5着しかないらしい。他のラインナップとは違って、なんかガチで1個作ろうみたいな感じのノリのすごくいいやつです。それやばい、はい、このレザーのアウターあんま普段着ないからあれだけど、なんかいいね、雰囲気に合ってていいね。で、俺もこういうの好きだなって思います。プロゲーマーがフェンネルの服の値段当てれるのかクイズ、イエーイ。ニットがいくらだと思います？ハイブラとかだったらガチで5万とかで売ってるレベルじゃない？ハイブラの定義じゃないけど、うん、そのラグジュアリーブランドのレベルにはいかないけど、まあ、日本のいわゆるドメスティックブランドと同じレベル、まあ、それこそ5万、8万の間とか。いくらでしょう？いやでも3万、3万かな。今日は2万か、3万。おー。翔太が高いって顔してる。そんでスタッカーっていうリアクションは失礼に当たりませんか？当たる顔してる。あ、楽しそうから見たらね、高いと思っちゃうね。でもそんな思わないけど、別に俺も思わないよ。だってブランドとかだったら5万ぐらいするなって思ってるから思わないけど、普通のズボンとかにうわっ高っ、はおいおい待てよ。穴開いてるやつ、穴開いてる、穴開いてる、穴開いてるやつは高い。ヘッドショット食らった。誰がヒール渡してくれ。いや、大丈夫。どこじゃあ次、頑張って計算している翔太くん。今の値段聞いてちょっと嫌になった。いや、タッカっていうリアクションしてもいいよ。いや、でもいいですよね、ナチュラルで、ね、じゃあ俺、あんまり見るよ。1000人ぐらいのズボンしか入ってない。本当に庶民の意見も、あんまり見てない。まあ、失礼すぎてびっくりした。そうだよね。当てに行きます。2万3000円。うん、いい、いいラインだよね。もうちょっと高いよ。シャラップ。これ、中のパーカーですね。はい、すごくいいやつ。うん、2万5000円ぐらい。おお、でも結構いくね。あのちょうどあの FNNL は前のよりは高いって聞いたから、行くし。2万いったら俺ちょっとやるわねって思います。これがレイヤーさんになってるという情報。あの、かわいい。あ、なるほど。これはもうあれですよ。これはもう最初、これは絶対2万超えます。これ2万5000円。穴開いてる。デザイン的に穴開いてる。これは安くなってるじゃん。安くなってる。布が使われてない。安くなってる。3万2000円。え、5万5000ぐらいだと思う。5万ぐらい、6万ぐらいいくと4万5000円で。買えんな。伊藤さん、下から答えお願いします。2万9700円。おお、大丈夫か。おい、おい、それさ、一番簡単なやつ、一番ダサいやつじゃん、それ。あったかいんだよ。でもいいな、こいつら。
じゃあデリちゃん、このマフラー1キュッパ1万3000円考えすぎ。マフラーはそんな高くない。いや、笑ってますよ。じゃあダメだ、3万です。1200円だろ。1万2400円。バカは、はい、レイヤードされてます。外したくねえ。いや、そう、レイヤードされてない。1万4000円です。ファンが一番買うやつじゃない。ファンが一番買う、1万4000円のお手頃価格って言ったら悪いから、リーズナブル、お買い求めしやすい値段なので1万4000円です、1万4000円がお買い求めやすいって。いや、稼いでますね。稼いでます。これね、灰色のやつはね、はい、まずなんか形が違ったんだね、パーカーの、うん、わかる。これはわりかしスタンダードなタイプのやつだから、その分安いと踏んでます。それはだから1万ちょいで終わる。ちなみに型は作ってますか。え、なんか話変わってない今の言葉。オリジナルって何。無地の T シャツがあったとするやん、それにプリントするのではなく、うん、一から T シャツを作るみたいな感じで。1万6500円だ。こっちもオリジナルですか。は全部1万9000円。ジャスト。いや、俺勝ったと思ったのに。これは、うん、俺多分一番お買い求めしやすいと思います。7000円。ない1万。マフラーレアルだよ。俺の願望も含まれてるけど、1万円いかないでもいい。帽子も作ってるんですか。え、おお、安っ。お買い求めしやすで、このズボンね、布面積が減ってる分安くなってんじゃないかな。正直ジャケットよりは安くでなってるよね、セットアップ、うん、実際そう思います。だから5万9000円。めっちゃシルエット綺麗だったよ。6万いってもおかしくないと思う。4万。え、ありえない。お願いします。5万8000円。はい、おー、どうなんだろう。ダメージリットがそれより高いと思うか安いと思うかね。俺は安いと思います。俺もちょい下がると思うんだよね。で、2万3000円。1キュッパ。いやいや、お買い求め。2万7000円。うーわ、安っ。高くてもいいものを大事に着た方が俺は本当にいいと思ってるんで、別にこれを高いとは思わないです。目玉、ちなみに申し訳ないんですけど、俺はちょっとさっきね、値段を聞いてしまったので、みんながゲス、今ではちょっと一時停止ボタンを押して、皆さんコメントに値段予想を書いてみてください。予想13万9000円。伊藤さん、答えをお願いします。全然安っ。落として顔。うおー。内側もこんなんだよ、うん、あったけってなってます。うわ、めっちゃいいの、めっちゃいいの。え、ガチ買いたいな。まあ、普通に他のプロゲーミングチームの服と比べたら、まあ、高いと感じるかもしれないけど、フェンネルのアパレルブランドみたいな感じなんで、まあ、いい服を長く着たいという方におすすめです。伊藤さんの凄さとかはみんな知ってるんですか。これ話聞いて、すごい方っていうのは服好きの、え、服好きの人、そのレベルじゃない。服好きの人、レディーガガさんとかジャスティン・ビーバーさんとかが日本来て寄っちゃうレベルの方。嘘、合ってますか。合ってるわ、ほら。それ聞いて、そんな方がフェンネルっていうのが俺は今もずっと20万じゃん。ジャスティンビーバー買うかもしれない。ジャスティンビーバーと争奪戦、俺ジャスティンビーバー5番しかないけど。うわ、レディーガガとジャスティンビーバーに2枠取られてる。乾杯というと、はい、まるで負けてるみたいになるのでチアーズにしましょうか。チアーズ。21歳ゴンマシン誕生日おめでとうございます。シャイ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 。さっきみんなで喋ってたけど、28歳までやって終わりかな、人生。まあ、いつまでプロゲーマーやるか分かんないからね、実際。来月やめてるかもしれない。それは無理や。ゴンの21歳ティップス。ゴンは腕毛が薄い。最近、新横浜さ、声かけられる。え、ゴンさんですか。なので、悪行はできないです。え、でもどうするの。じゃあこの前万引きとかしてもバレたらやばくない。キャー、知らんすぎ。キャー、まずいっすよ。まずいか。やべえ。10円ガム3つ。今はあれか、リア君とゴンが同棲してる。どうなんですか。どうってこともないけども、1万ちょうだい。いや、
モンさんは洗濯も俺が眠いからっていう理由でしてくれたし、今のところ噛みすぎる。熱出した時も、お、俺コンビニ行ってくるよってイケメンムーブしてました。コンビニ行っていろいろ買ってきて、で外雨降ってるの忘れてびしょびしょになって帰ってきました。一日だけ俺の家の窓があるんですよ、うん、めちゃめちゃあのマットレスも布団もなんなら枕まで綺麗に形がこれからマジで落ちる、はい、そうです。おちゃらけキャラみたいになってるけど、それで礼儀正しい方がギャップがいいなって思ったのでそうしてます。最高だよこいつは。俺の家が幽霊だ。どういうこと？どういうこと？なんか俺トイレあんま行かないんですよ、寝てる時。なんか深夜ぐらい、お前トイレ行ったやろって言われて、うるさかったんだけどって言われて、うん、なんか行ったような記憶があったんだよ。で、僕行ったよね。なんかめちゃめちゃ怖かったんですよ。いや、行きますよ、だって。あ、あざす。今もらったら嬉しいものない？いやグローブ。新品のグローブか、服。うん、靴グローブ、野球グローブ、野球グローブ。お前も座れ。オッケー。Happy birthday to you. Happy birthday, dear Gomez. 顔いくんすか？ Happy birthday to you. Yeah! だからアイス食べて本当にいいのっつったのに。こういうこと。このままさ、ハッピーバースデーのシーンでゴムのカメラ持ってることあった？そうだよ。そういうこと。でででででーん、ちょっと書いてあるんですか？そして、実は伊藤さんがさっきあなた、これいいなって言ったニットありましたね。伊藤さんが特別に What?え、嬉しい普通に。イエーイ、あばらぼね、レベル99だ。おざーす、伊藤さん。今年の願望は？今年の願望？豊富ね。願望だとちょっと悪。あの、いいから、大丈夫。なしで、カット。今年じゃなくて、あと21歳。おい、カメラ。選手として成功したいというのもね、まあこれはね、普通にね、目標として、まあ、あるんですが、まあ人間としての目標としては礼儀正しく生きたいというのがあります。結構なんだろう、いろんな人に見ていただける立場になって、やっぱりなんか天狗になっちゃう人がね、多分出てくると思うんですが、僕はね、もうそこをね、改めて俯瞰して自分のことを見て、礼儀正しく誰にでも感謝を忘れずに生きたいなと思っております。ということで、ご視聴ありがとうございました。ということでね、フェンネル荒くれ者代表のゴンが一口かな、全部でね、一口でいきたいと思います。キー、どこまでいけんだろうな。ちょっと痛い、痛いか、普通にこれ、これ痛いか。刺さっちゃったから俺に、持ち上げの方が痛かったね。せーの、ちっちゃいんだよ。ちっちゃい。こいつ嘘だろ。つまんねえ、21歳だよ。21歳よ。公開からの繊細。さっ、いける。うまい。いっちゃった。飲むれてもいいからいける。いけ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 。いちご鼻の中突っ込んでたって。おめでとう。そう言うね。Ha ha ha ha!